はい、どうもプラルでございます。本日はですね、今ホーム画面にできているわけなんですけども、今回はですね、こちらの右上のですね、それいけやんで止まっているね、こちらのゲームの方をね、今回やっていこうかなと思うんですけども、こちらのゲームはですね、にゃんこ大戦争に似ているって言われたのでね、今回ちょっとやっていこうかなと思います。一応ダファってなんだよ、タワーディフェンスゲームなんでね、多分自分だったらね、すんなりできるかなって思うんで、それでは早速やっていきましょう。ドドンと、はい、横にした瞬間ね、落ちたんだけど、それはしょうがない。早速ね、行きましょう。それゆけヤンキッキーですね。ちょっと右の下のね、お部屋で一人で使いたいっていうのはどうでもいいんですけれども、まあ早速行きましょうか。なんかこれサブタイトルに山田くんのワクワクヤンキーに来て書いてあるけど、主人公山田くんなの。まあいいや、そんな感じでですね、まだこの時点ではね、にゃんこをね、匂わせるところはないかなって思います。じゃあ早速行きましょう。ん？ちょっと待って、吹き出し何に折れてないんだけど、何これ、嘘でしょ、あれ、重くなった感じ、ちょっとそれはないでしょ嘘、待って、戻ろう、何もないんだけど、おい嘘でしょ、何これ、ちょっとアイテムショップは、スピードアップが売ってて、何これ、勲章レーダーだって、勲章、喧嘩勝利後に、にゃんこで言う宝みたいな感じ、ほら、何これ、日本制覇するって、これまさににゃんこじゃない、これ、集金スピードアップとか、カツアゲだって、やっぱ似てるね、これ、運営は俺の同じじゃないよね、これ、さすがにね、同じだったら別に問題ないと思うけど、これ違ったらあれだよね。ちょ、待って、戻るとこうなるんだけど、終わったんだけど、嘘でしょ、待って、やめてよ、ちょっと待って、一回ちょっと助けるするんで、それでもう、ちょっともしかすれば助けるすればね、多分使えるかもしんないんで、ちょっと少々お待ちくださいませ、ちょっとテンパってるわ。はい、助けるしたんで多分大丈夫だと思います。ちょっと怖いんでね、右上の設定の方でね、オープニング、エンディングはないんだ、これ。エンディングはないんだね。なるほどですね。まあ、こんな感じで、特に何もないです。じゃあ、行きましょう。ドドンと。嘘。何も変わらないんだけど。待って。これさ、俺の携帯が悪かったんじゃなくてさ、このゲームがダメだったんじゃない？これ思ったけど。一応前、課金のさ、ところはさ、平気なん。ふざけてんでしょ、これ。ふざけてるでしょこれ。どうするの、何これ、動画広告を最後までするとアンパンがゲットできるっす。本日あと20回だけどさ、いや待って、そもそもさ、どうすればいいのこれ。おー、真っ暗になったんだけど嘘ねー、もうマジかよ。ちょっと待って、真っ暗になったんだけど、ポケモンでいう謎の場所みたいになったけど、大丈夫これもう。そんな感じで、とりあえず今回はまさかのゲームができないね、緊急事態になりました。多分確実にね、この携帯が悪いんではなくて、これは多分アプリが悪いんじゃないかなって思います。そうですね、まあこのゲームができた方はですね、よかったらちょっとコメントください。まあもしできなかった方もちょっとコメントください。ちょっとね、このゲームに関してはね、謎が多すぎるんで、ちょっとねこれはね、調べる必要があるな。ちょっとこれ謎が深い。ちょっとパクリゲーとかさ、大きく言おうかなと思ったけどさ、もうゲームすらできないっていうね、なんでなんでなんでしょうね。ということで、本日はゲームをせずに動画を終わりにするっていうね、異常事態なんですけども、またちょっとね、何か分かったら動画にしたいと思うんで、よかったら次回お楽しみください。ということで、以上になります。また次回の動画で会いましょう。